イン楽しい仕事の時間です。はい、今日は韓国尽くしでございます。これどうしましょうかね。どうしましょうか。韓国尽くしでございます。すごいよ、すごいっすよ。これでどうでしょうか。これで、うわー、わかんないか。これじゃわかんないな。こっちで行こう。これだけじゃないんだけどね、もう一個あるんだけど、こうちょっとまた一個一個説明しますけどね、一応侍のことも考えていかなくて、ごめんなさいね。なんかそういうところほんとごめんなさい。いやいや難しいわ。あ、なんか入ってるぞこれ。ん、なんだこれ。ん、待って、なんか入ってるぞ。ん、なんだ。タレだ、タレが入ってた。おお、いいねいいね。これかけるやつか。よしよし、失礼いたしました。気づかずやってました。これとこれね、もういっか、もういっか。韓国尽くしです。いただきます。その前にこちらですよ。韓国尽くしでございますよ。でもう一個、これキムチ厚揚げですよ。はい、乾杯、乾杯、乾杯です。おいしい。キムチ厚揚げ。これも楽しみだったんだよね。萩原さんのやつです。なかなかの感じになってます。赤いです。真っ赤っか。あ、しっかりキムチ辛っ。国産一番搾り魚醤でキムチ名人が味付けしましたって。うんうん、うん、これは美味しい。豆腐屋の厚揚げにキムチの旨味。うん、これいいな。汁垂れちゃうからちょっと横こうなりますけど、これいいです。萩原さん、辛い、辛いね。うん、いくらだったかな。ちょっと値段覚えてないけど、うん、豆腐も、豆腐じゃん、トマトも美味しい。思ってたよりも辛い。うん、うん、いいな。これはご飯のおかずにもなるし、アルコールの類もこれでいけますよ。非常にいい。うん、うんね。チヂミ、あ、辛い辛い。チヂミ、これいただいたやつ。この豆腐は自分で買った。美味しそうなのがあったから、あんた食べるかなと思ってつってもらったやつです。ありがとうございます。チヂミソースかけるけど、まずはそのまんま。ソースもかけますけどね。あ、口の中から、あ、いい香り、いい香りです、いい香りです。韓国です。うん、うん、うん、まあ、チヂミだな。あー、いいねいいね、美味しいね。あ、この感じだわ、この感じ。うん、この感じ。あ、こっちも辛いな。韓国キムチチヂミ、うん、
まあ、いいね。熱くて食べ応えがあるピリ辛の韓国チミはまさにフライパンでやりました。電子レンジでもいい意味だけど。で、こちら、いやー尽くしてるな今日は。やべ、チーズハットグ、これもいただいたやつ、想定なし。周りはサクサクの食感、パン粉にじゃがいもや玄米、ああそうなんだ、サクサク、ああそう、伸びるモッツァレラチーズ、まあいいか、まあいいから食べろと、そういうことでしょうね。うん、おいしい。ごめん。おいしい。もちもちだ、確かにこのパン。あ、これいいわ。確かにこのソーセージも独特だな。プリプリだし、風味が独特だわ。おいしいです。あ、出す。あ、独特。甘さもちょうどいい。こっちとこっちがなかなかの辛さだったから余計にこの甘さが嬉しいんだろうね、口の中がさ。おお、こういう感じか。そうか、あ、そうかそうか、そうだね、チヂミってそうだね、チヂミってそうでしたね。ああいいね。タレ味も美味しい。おいしいです。ああです。でも圧倒的こっちの、これが一番辛いわ。これが一番辛い。こっちもだけどこっちの方が絶対辛い。さすが名人だわ。玉ねぎってのもあんのかな。そうですね、
玉ねぎっていうのもあるかもしれない。うん、圧倒的だわ。辛さも美味しさも。強い強い。うん、この子は強いです。味付け。うん。あ、やっぱいいわ。やっぱいい。久しぶりに食べるといいな。チヂミもだけど、お好み焼きも。そういえば最近全然食べてなかったですからね。いや、いいわ。あー、濃厚濃厚濃厚。農業高校って意味じゃないですよ。ごめんなさい、今ね、ごめんなさい、面白いとかじゃなくて、そういうこともあるなと思って、ちょっと今思いついちゃった、ごめんなさい、ほんとごめんなさい。頭に浮かんだもんだからそのままいっちゃってごめんなさい。辛いだけじゃなくて、ほんと旨味もちゃんとしてて美味しいわ、これ。玉ねぎ2個分、うん？大丈夫か、温度。素晴らしい栄養補給だ、こりゃ。液体入れるとまた辛みがふわーってね、広がるね、口の中で。
最後デザート。ああ、美味しかった。ということで本日韓国尽くしチヂミハットグ厚揚げキムチ、ごめんなさい逆で、ということで今日も全部美味しかったです。全部美味しかったけどこの厚揚げキムチが一番おすすめかもしれない。ごちそうさまでした。頑張っちゃって。